はい、皆さんこんにちは、しのかんです。今回は私が最近気に入っているカラコンをいくつかレビューするのと、それに合ったメイクとかファッションとかもちょっと喋っていけたらいいなと思っています。ではレッツゴー。はい、というわけで今回は YouTube で多分初めてカラコンのレビューをするかなと思うんですけど、私が最近お気に入りのラベールというカラコンをレビューしていこうと思います。で、今回レビューするのが4色あって、その中の2色は新色になっています。とても可愛いデザインだし、色味もすごく綺麗なので、よかったら最後まで見ていってくれると嬉しいです。はい、それでは今からレビューをしていくんですけど、今つけてるカラコンが新色2つのうちの1つのカラコンになっています。このカラコンがバイオレットグレアっていうんですけど、高貴な色合いのバイオレットカラー、黒縁との絶妙な相性で魅了する瞳を演出とサイトに書いてあるんですけど、名前の通り紫のカラコンになっているんですけど、私紫のカラコン全然使ったことがなくて、どっちかっていうとなんかハロウィンとかコスプレとかそっち系で使うような色味なのかなと思っていたんですけど、このラベールの新作のバイオレットグレアという色は本当に馴染みやすくて、普段使いも全然できるカラコンだなと思いました。で、すごく発色が良くて、紫っていうのが結構わかるんですけど、その結構縁なしのカラコンとかだとギラギラになりすぎちゃってつけにくいかなっていうのがあるんですけど、このカラコンは黒縁があるので、それによって結構つけやすくなっているかなと思います。で、縁ありのカラコンって結構可愛くなるカラコンが多いと思うんですけど、このカラコンは紫のカラーが使われているので、なんか大人っぽくもなれるし、かっこいいファッションとかに合うかなと私は思ったので、今回はブラックでまとめてみたんですけど、アクセサリーとかもシルバー系でまとめて、かっこいい女性みたいな感じをイメージしてコーデを組んでみました。で、こんな感じの黒のねオフショルを着て、で、下はこんな感じの黒のパンツを履いています。で、このカラコンはもちろん普段使いもできると思うんですけど、すごくね顔が一気にパッと華やかになるっていうか、サイトにも書いてあった通り魅了されるような瞳になれるかなと思うので、なんかパーティーとかにもすごく使えそうだなと思いました。で、これに合わせたメイクなんですけど、私はクール系な感じにしたかったので、このアイラインとかは割と跳ね上げラインにしてみました。で、華やかな感じにしたかったので、アイシャドウはラメの入っているちょっとなんかボルドーがかったような色味を使ってみました。リップはそれに合わせて紫とボルドーが混ざったような色味のリップにしてみました。カラコンもアイシャドウもリップも結構発色がいいので、チークは今回はなしで、なんか色がごちゃごちゃってしすぎないようにしてみました。はい、そして2つ目のカラコンがリュールヘーゼルというのを今つけています。鮮やかなヘーゼルにオレンジのスパイス、馴染みながらも奥行きのある瞳にって書いてあるんですけど、ヘーゼルカラコンとかって発色が良すぎちゃったりすると結構浮いちゃったりとかするカラコンもあるかなと思うんですけど、このヘーゼルはサイトにも書いてあるようにオレンジのスパイスって言って、オレンジの色味もちょっと入ってることによって本当に馴染みやすくって自然なハーフアイになれるかなと思います。で、今回の私のメイクのポイントなんですけど、私的にこのカラコンはフェスとか夏にぴったりなカラコンだなと思って、ちょっとオレンジベース、このカラコンのデザインにも使われているオレンジをベースにメイクをしてみました。このカラコンのデザインとか色味とかがすごく綺麗だったので、このカラコンを活かしたいなと思って、あまりアイシャドウとかを濃くせずにカラコンを主役として使うような感じでメイクをしてみました。で、アイシャドウをあんまり派手にしたくなかったので、マットなアイシャドウを使っているんですけど、マットなアイシャドウを使うとよりハーフっぽいアイメイクができるかなと思うので、ハーフメイクをしたい方はマットなアイシャドウもすごくおすすめです。チークもオレンジっぽい色味を使って、なるべく斜めに外側に入れています。で、あと鼻のてっぺんにもちょんちょんちょんと塗っているんですけど、カラコンが夏にぴったりだなと思ったので、ちょっと日焼けチーク的な感じのイメージで鼻先にもちょっとチークを塗ってみました。で、リップもオレンジで統一して、まあ、全体的にそのオレンジベースのメイクをしています。で、私がこのカラコンに合わせたファッションなんですけど、さっきも言った通りちょっとフェスっぽい感じをイメージしてファッションを組んでみました。フェスっていうと結構カジュアルなイメージが私はあるので、このロック T シャツとかそういうのを着て、下はまあこんな感じのデニムのショートパンツを履いています。オレンジベースのメイクをしているので、アクセサリーもゴールド系でちょっと色のトーンを合わせてみました。はい、続いて3つ目がクチュールブラウンという色味なんですけど、このカラコンは瞳に溶け込むナチュラルな発色って書いてあって、本当にナチュラルな感じの瞳になります。長尾もそのまま大きくしたみたいな感じのデザインになっていて、本当に誰でも使いやすいカラコンだなと思いました。これは元からあるカラコンなんですけど、本当にラベールのカラコンって高発色のハーフ系のカラコンからこういうねナチュラル系のカラコンもあるので、いろんなシチュエーションとか系統とかに合わせられるようなカラコンがたくさん置いてあるなと思いました。私はこのカラコンにナチュラルな感じのメイクを合わせたんですけど、洋服もすごいなんかラフな感じのコーデ
ルにしてみました。なんかトップスはこういう T シャツとかに、下はデニムのねスキニとかを合わせるといいかなと思います。そんなにでかいカラコンではないので、なんかその不自然になったりとか全然そういう感じはしなくて、ナチュラルなんだけど目がクリッとして見えるので可愛らしい感じの目になれるかなと思います。このカラコンだったらどんなリップにも合うと思うし、どんなアイシャドウとかでも合わせやすいかなと思うので、すごく使いやすいカラコンかなと思います。はい、そして最後のカラコンがこちらです。シルキーベージュという色味なんですけど、でこのカラコンは8割のカラコンなので、すごく目がね大きく見えるカラコンかなと思います。とにかく盛りたいっていう方にすごくおすすめなカラコンかなと思うんですけど、なんかどっちかっていうとハーフ系の大人っぽい感じのデザインかなと思うので、ハーフカラコンをつけてみたいけど口なしに挑戦するのが抵抗があるっていう方とか、結構このカラコンいいのかなと思います。このカラコンもすごく発色がいいんですけど、縁なしだともっとギラギラしちゃうかなって思うので、縁があることによってなんかクリッとしつつもハーフっぽい感じの目になれるかなと思います。今回私が合わせたファッションなんですけど、どのファッションにも合うのですごく迷ったんですけど、なんかちょっとトーンを抑えて大人っぽくしてみました。このピアスにねベージュが入っているので、ちょっとカラコンの色と合わせてみました。トップスもちょっとカラコンが若干なんですけど、若干グリーンがかっているなと思ったので、カーキのトップスにしてみました。そのトップスに合わせたのがこういうなんかタイトなワンピースみたいな感じのボトムスを合わせてみました。はい、というわけでこんな感じで4色レビューをしてみたんですけど、この中で一番お気に入りなのが今つけてるリュールヘーゼル、なんか結構気に入っています。本当に夏にぴったりで、今の時期にすごくぴったりだと思うし、すごくいいカラコンを見つけたなと思います。今回紹介したのはこの2つの新色、バイオレットグレアとリュールヘーゼル、本当にどっちも使いやすくて、つけ心地も全然痛くもないし、ワンデーなのですごく清潔かなと思います。私目が乾きやすくて結構いつも目薬を持ち歩いてるんですけど、このカラコンにしてからなんか目薬をさす機会も減ったなと思うぐらい、そんなに乾燥とか目のゴロゴロとかは全く気にならなかったです。今回紹介したのは4つだったんですけど、他にもねいろんなデザインとかいろんなカラーのカラコンがたくさんあるので、概要欄に URL 貼っておくので、気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。ぜひ私のレビューもちょっと参考にしてくれたら嬉しいなと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。